いつもショートストーリーズをご覧いただき誠にありがとうございます。1話完結タイプの物語が主体の本ブログですが、私が完全妄想した物語を書きたくなりました。もう一つでやっているハッピーストーリーズは、このページを更新している時点で37話まで進んできました。ここまで話が続くとは思っていませんでした。このショートストーリーズではそこまでの回数は考えておらず、同じ物語では数回程度でいければと思っております。私が以前から興味があった女神様と人間との恋があったらどんな感じになるのだろうと、これからの物語にしていきたいと思いました。しばらくは女神と人間の恋物語にお付き合いください。この物語のあらすじ、竜神の姫君である。凛は、ある青年に、恋をしてしまう。しかし、友人である凛は人間の青年木村、良太との恋が、うまくいくはずもなく、つまずいてしまう。それを見かねた、凛の大親友の稲荷神である、葛葉、が手助けしてくれる。二人とも、本来の神の姿ではなく、人間の姿になる。しかし、これにはタイムリミットがある。それは、1年間である。1年間もあるのを、と思われるかもしれないが、1年など、あっという間である。それを過ぎてしまうと、本来の神の姿に、戻れなくなってしまう。それと同時に神の力も失うことになって、しまう。それだけではなく、姿が相手から見えなくなるらしい。そんな条件下で、この物語は始まる。この日は最高の釣り日和になった。あとはどれだけの大物が釣れるかだ。その魚逃がしちゃうの？そう、まだ子供だからね。それより池のお主様を見たって噂聞いた。ああ、聞いた。何でもとてつもなく大きかったらしい。もしかして竜神様だったりして？そうかもね。この池は昔から竜神伝説があるからね。一度竜神様に会ってみたいな。お前勇気あるな。もしかしたら食べられちゃうかもしれねえんだぞ。そんなわけないだろう。あの日子猫が親猫とはぐれてしまった。子猫は必死で親猫を探すが見つからない。あちこち探しているうちに子猫は池に行ってしまい、誤ってそこに落ちてしまう。池に沈みながらも必死に泣いて親猫を呼ぶ。子猫の鳴き声を聞いたのは親猫ではなく良太だった。周りを探してみるが見つからない。池の方を見ているとあと少しで沈んでしまい、そんな子猫を発見する。良太は慌てて子猫を救出する。子猫を抱き上げる。お前泳げないんだよ。もうダメだよ。一人で池に入っては優しい人。そうつぶやく声が聞こえたかと思うと、風がゆらりと通り過ぎる。不思議な気持ちになる良太だったけれど、子猫を助けたことに満足し、抱きしめながら家へと歩き出す。その時、ふとあたりを見回すと、池のほとりで一人の美しい少女が微笑んでいる。彼女こそが竜神の姫、凛だった。彼女の目は優しく、良太をじっと見つめている。良太は何も言わずに微笑み返す。二人の間には不思議な絆が生まれたようだった。そして、そこから、凛と人間の青年、良太との特別な物語が幕を開けるのであった。
だろう。探し続けてた答えはあの日君と繋いだ手のぬくもりだけが心の中のトゲを溶かしてゆく。明日を